やぶ層の上位には袖ヶ浦市上泉地域を模式地とする上泉荘が追っています。地域では木更津台地中南部の旗沢川沿い付近を中心に東西に分布しています。特に浪岡小学校のグラウンドの南側から国道127号線脇の旗沢付近に貝化石が密集して産出しています。 ここでは、ビノス貝、ウバ貝、エゾタマキ貝やバカ貝などが多く、両側の揃った東京ホタテも産出しています。東京ホタテは数少ない絶滅種の一種で、現在生きているホタテ貝とは放射力の様子が違います。弁慶貝は外洋性のもので、この時期、古東京湾の湾口がかなり広く、寒冷な 外溶水が流れ込む環境下にあったと想像されます右の写真はオフィオモルファと呼ぶ精魂化石です砂が入り込んだ泥でできたパイプ状のもので外側の表面は凸凹になっています直径は3から5センチ、長さは40センチほどで中には50センチ以上もあるものもあります 甲殻類の砂潜りの仲間の巣穴ではないかとされていて干潟から長寒帯の旋回環境を示す重要なものと考えられています清川層は袖ヶ川市大鳥居付近から木更津市清川地区の巣合付近に分布する地層に対して 命名されたものです。その他では、ガラスダガーの南側、旗沢川沿いでは、旗沢南などの第一部の少し高い位置に東西方向に分布しています。笹層の上部には厚さ数メーターにわたって白斑状精魂が密集しています。計3ミリから4ミリ最大長さ1センチ以下の白い斑点状のこの精魂を。 マカロロニクロスと呼んでいます波市側に生息する甲殻類の「秘滅なホリムシ」によるものとされていましたが現在では腸管体上部から下部に生息する多毛類の「オフェリア」のものとされています特に笹子付近では密集した化石層が見られますエゾタマキガイバカガイ 島貝巻貝ではキサゴ大型の赤西が目につきます本層の下部の低質層からはかなり淡水化した様子が見られ上部の砂層からは全体的に内腕性の長官帯や温暖種が卓越する操順も見られますが上方に向かうにつれて寒暖両流の影響下での堆積が見られ 同時に外溶水が混ざるような環境が考えられます横多層の分布は、部分的で狭く、地域ではキサーズ北インター付近や都合付近に分布する厚さ5メーター程度の低質層ですこの地層には、木の幹や枝の破片のような材化石や植物片の化石を含んでいます また、写真のように直径3から4センチのパイプ状の末根が見られます。これらのことから、堆積の場として、内湾奥の波打ち際、もしくは遠征湿地や型のような場所は推定されます。次は、木下ろしそうです。 木下ろし草は、地域では桜井草、もしくは桜井貝草などと呼ばれることがあります。桜井や大田山周辺、伊豆島などに見られる西緑色の泥質層と、その上位の中流砂層からなる地層で、木更う大地に広く分布しています。下部の泥質層は、すでにできていた谷を埋める形で堆積し、 その上位に砂層を乗せていますしかも海化石の種は温暖系種で内湾性の要素の高いものですこのことから温暖な寒氷期の時代であり海が内陸奥まで侵入したことがわかりますこの海深を下末吉海深と呼んでいます底層の上部には KO1 と呼んでいる極素粒から素粒サイズの白色軽石が厚さ30から50センチにわたって散在していますこのテフラの年代は約13万年前のものとされています実はこのテフラ KO1 は約13万年前という 年代は昨年2020年1月の国際地質学連合の総会で正式に承認決定された更新性中期の名称であるチバニアンの上限の年代12.9万年前とほぼ近い年代です。つまり木更ル地域の大地と低地の一部を除いて そのほとんどの地層が、チバニアン時代の地層なのです。地域の地層、木下ろし層から産出する化石について、もう少しだけ話をします。代表的な内湾種は、裏鏡貝です。その他、消し取り貝、赤貝なども多く産出しています。裏鏡貝、板ヤ貝、波貝などの種類は、 ほとんど両柄を持ち当時生きていた状態を惨状にしていますので生きたままその場で化石になったものでしょうこのような化石を現地性の化石と言います。上部の砂層からはイ花ヤガイシラスナガイ沿岸種も多く産出します。海深が進み水深がさらに深まったものと想像されます。 次は大地の上部に分布する姉ヶ崎層です。姉ヶ崎層は主に粗粒の砂層や砂礫層によって構成されています。この地層は約10万年前頃の高東京湾最後の頃、型もしくは沼地化し、気水あるいは淡水化した陸水域になった場所に堆積したものと考えられます。 そこに流れ込んだ砂や砂礫などが地層を作っていったものでしょうこの地層からは貝の地層のような貝化石は産出しません本層からは多くの花粉化石が知られていますその他、象の歯なども産出しています興味台の高線近くにあった基本海塚付近の路頭からは半の貴族や 松族の花粉、かやつり草や稲花などの草の花粉その他、三菓子輪などの種子が見出されていますまた、参考時の路頭からは杉花、稲花、かやつり草花、菱花の花粉が多く見出されています古東京湾の大好物である下佐藻群の化石について地層ごとに 見てきましたが、当時、海の化石が当然多いのですが、まだまだ説明しきれない化石も多くあります。木下ろし層から、カニ類、ウニ類、フジツボなどです。最後に、大型哺乳類の増化石について紹介しておきます。地域では、清見台、擬音、スゴなどからナーマン像の球種や顎の骨、 肋骨などが産出しています草順はアネッサキ層や貝の清川層などとされています極めて旋回化し沼地のような淡水化した陸水域当時の環境が推定されますこれらの地層が分布する地域では今後さらに発見される可能性がありますかつて古東京湾の海底から生まれて 離水して陸となった、キサーズ地域には、まだまだ知られていない。多くの化石が地中に眠っているはずです。まさに、キサーズの大地は、化石の宝庫と言えます。本日は、化石の宝庫、キサーズの大地について、お話をしました。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。